ルーマー・グレーン・ウィリスはアメリカ合衆国の女優である。同じく俳優のブルース・ウィリスとデミムーアの娘である。ケンタッキー州パリューカで生まれる。その当時父のブルース・ウィリスはブルース・ウィリス・インカントリーの撮影中であった。ルーマーという名前はイギリスの作家のルーマー・ゴッテンにちなんでいる。誕生の際に母のデミムーアはカメラマンを雇ってビデオに撮った。 実前が二人のほか、トーブルースとママ母,母、エマ・ヘミングとの間に生まれた妹がいる。アイダホ州ヘイリーで育ち、ミシガン州インターローケンのインターローケン芸術アカデミーに入った。2004年1月にカリフォルニア州ロサンゼルスのワイルドウッド学校に入った。また南カリフォルニア大学にも通った。1995年に母のデミムーアが出演するディアフレンズで、 映画デビューした。その後も1996年の素顔のままでデムーアと2000年の隣のヒットマンと2005年のホステージで父のブルース・ウィリスと共演した。2008年にオーシャンパシフィックの広報担当となった。同年にコメディ映画キューティバニーとホラー映画フロム・ウィズ・インに出演する。2009年にはスプラッター・ナイトシン血塗られた女子寮。 初体験、ハイスクールチェリーパイに出演する。2013年5月、テレビシリーズ、プリティリトルライアーズの第4シーズンに出演することが発表された。ありがとうございます。